高村坂彦12月18日から1989年10月7日は日本の内務官僚、政治家、衆議院議員、山口県徳山市長。次男は通学者でお茶の水女子大学名誉教授の高村幸男4男は衆議院議員、元外務大臣の河村雅彦。山口県熊毛郡、三井村の農家に生まれる。農業、 高村宇佐吉、基の四男。父、宇佐吉は、大工の棟梁でもあり、村会議員もしていた。1917年、三井神城高等小学校高等科卒業。お前は商人になれという父親の言いつけに従って、朝郡仙木町にある酒、醤油の醸造と呉服店を営む暗い商店の、別家に見習い暴行人として住み込む。1920年、 見習い冒頭から独立、朝町でおじとの共同事業の形で、醤油醸造業を経営、山高醤油の名で売り出す。順調に伸びていた山高醤油の経営を一年半ほどでおじに譲り、父や兄たちの反対を押し切ってやめた。上京して、東京商工学校の2年に編入。商工学校3年になったところで退学すると、 生息英語学校と生息予備校に入学。午前中は英語、午後は物理、科学、数学、国語、そして公文受験資格の取得を目指し、夜間の中央大学専門部放課の別科にも入学する。1925年9月には専門学校入学者検定試験に、パス、中大の別科生から本科生となった。 1926年7月公文予備試験合格。1926年9月公文本試験合格。1927年中央大学専門部放課、卒業。内務省に入り、鳥取、香川、新潟各特攻課長、内務事務官、警察講習所教授、このえ内閣総理大臣秘書官、愛媛県部長、警察部長、内務所機関、国土局総務課長、 大阪府警察局長、内務省調査局長等を歴任。太平洋戦争の改善に反対し、改善後の1943年からこの絵、文み丸首相の側近グループと共に、戦争の終結工作に尽力。また、内務所機関在任中の1944年には、当時内務大臣だった安藤喜三郎に戦争終結を訴える、上申書を提出している。 1947年退官、公職追放となる。1955年衆院議員、1961年から徳山市長を4期、1976年から衆院議員を2期務めた。衆院議員となった1955年の12月には、翌年の自民党総裁選への岸信介の立候補を、戦争責任者の一人だから自長すべきと所感を、 通じて反対している。1971年徳山大学を設立し、理事長に就任。1989年10月7日死去。終戦直後の1946年、内務省調査局長在任中の高村は、労働葬儀に関する治安閣僚会議にて、労働葬儀の中心人物の全員検挙を求めた吉田茂首相に対し、 弾圧的な方法で取り締まることには、私は反対でございますと発言した。吉田は、高村の局長会任を口にするが、高村は、私の発言は、正しいと反論。会議終了後には、大村聖一内務大臣から吉田への謝罪を要求されるが、高村は、大村の要求を断っている。ありがとうございます。